はやぶさ消防団第3話見終わったので、えー、感想考察です。はい、えー。まずですね、山に幽霊が出るという噂があるんですね。えー、この地区で。でもですね、幽霊が出るっていうのは、誰かが作り出した嘘ですね。噂ですね。要するに、山に夜に来てほしくないからね。山で夜にねな、なんらかしら、何かしらの悪さをすると。悪い奴らがね。だから、夜に山、人が来ないように、 ううろつかないように幽霊が出るって噂を流して怖がらせればはやぶさ地区の人は夜山にね来ないだろうということで、まあ、あとこう村をはやぶさ地区を支配するためにねそういう嘘とかの噂を結構流したりしてるんじゃないのかなっていうことですね。で写真の女性はですね山原凛子かなと勘介のおばあちゃんが証言しましたね。でその凜子の娘が信子と、はい いうことで、えー、要するに、写真の女性は山原凛子に似てると。でも、凛、えー、子じゃなくて、凛子の娘の信子なんじゃないのかって話になったんですね。で、写真の女性は、まあ、暢子なんじゃないのかと、えー、いうこととなりましたね。はい。まあ、これは相関税も出てるので確定でしょうという話なんですけどね。で、立木彩ってのが、その、凛子の孫ですか。孫の可能性があるのかな いうことですねだからはい山原暢子は凛子の娘ですよね。で暢子の娘が立木彩なのかなと。うんそういうところですかね。まあこれは半々ですからね。あとあの白髪の女性なんですけどはいこれ。え子ですね。なんとえ子の家に立木彩がいてそのえー。 山原信子の写真をじっと見てるシーンが今回あったんですよ写真の女性を見てるっていうねだからこうだから立ち切りんってのは2年前にねはやぶさ地区に移住してきたっていうけども、えー、その前にねもうはやぶさ地区で生まれ育ったりとかあるいは生まれ育ってはいないんだけどもお母さんがはやぶさ地区でまあ 育ったと信子がお母さんだったらだからやっぱり関係があるということでまあだから例えばこの英子英子ですね英子がですね自分のお,、まあ、お母さんとかの知り合いでまあこう信子と仲良かったとかね、うん、だからこういうふうに世話になった人みたいな感じなのかなということですかね。 はい。あとね、今回気になるところは、立木彩はなぜ嘘を言って町おこしドラマの監督をしようとしたのかということですね。動画を出すことで何かを伝えたい、何かを変えたいのかと。えー、町おこし動画、ドラマはギャラ払えないから中止になったんですよ。村岡町長がダメだと。いうことで村岡町長ですね、この方が、えー、反対、ダメだと。要するに町長に水をかけてしまったから、恨まれたから、 中止にされたんですかね、えー、第2話目でさあの <laughs> 水をバシャかけちゃったでしょ村岡にあのなんかね水がちゃんと出なくてまあ立木彩にも水引っ掛けちゃいましたけどねあれでねまあ怒ってんですかねはいあと今回検索の家が火事になったんですねはい山原検索ですねはい火事になりましたはい で、犯人は消防団の誰か。かなと。でも、これもね、まだわかんないんですよ。消防団の帽子が映ったんですよ。犯人、顔はね、映らなかったけど、車に乗って帰る。こう、火をつけた後ね、帰るみたいな感じのシーンね。消防団の帽子が、こう、車の中にあったんだけども、消防団の帽子を手に入れた人間が犯人の可能性もあるでしょ。例えば、真鍋が実行犯だったと。 いう可能性もあると思うんですよね、はい、真鍋がこう動いてるという、えー、まあこれソーラー営業スタッフなんですけどはいあとひろきが死んでから火事があったでしょだからひろきが大火犯でないということがまあこうはやぶさ地区の人もこれでもう分かってくれるということですよねあと真鍋が山になんかいたシーンがあったけどやっぱり真鍋は なんかこうううう人を見張るるというかそういいかかそ役割もあるのかなっていうだから、えー、早ヤブ地区の人間をこう見張っててこう報告してると要するに真鍋には真鍋が黒幕じゃなくて黒幕がいて真鍋はその黒幕に報告してる真鍋は共犯者なのでこう村人の動きを、えーまあ、監視しててこう自分たちに都合の悪い考え方 持ってる人間がいたら、それを伝えて、で、火をつけちゃおうみたいな。はい。だから、今回、検索の家が火事になったでしょ検索がね、なんか気に入らないんですね。犯人グループは。だから、火をつけたんじゃないのかなと。とい。うことですね。はい。で、えー、あとね、 これは気になるというかうーん中山田が写真の女性の正体を知りたがってましたよねもう帰るって言ってタクシーまで呼んでねそんでタクシーですぐに帰らずなんか寄り道してなんか野菜の自動販売機みたいな無人の販売機のところで野菜をか買ってたんですよそしたら写真の女性の正体がね分かりそうなんですよとかなんかこう言われて。 それで、引き返しましたからね。こう、勘介にね、えー、写真の女性の正体が分かりそうだとか言われて、ね、タクシーで引き返したっていう、すごい好奇心ですね。ただの好奇心でそういうキャラなのか、それとも、中山田も、こう、この事件に関係してるから、なんかこう、知りたくなったのかと。で、中山田と、主人公の、 え、三間太郎は山で、まあ、迷子、遭難したでしょう。<laughs> あれってさ、中山田、わざと遭難したことになりますよね。もし中山田が事件に関係ないんだったら。だって中山田が事件に関係あるんだったら、山のことも多分詳しいと思うんですよ。うん。だから、あの道に迷うっていうのは、 いいらないでしょあのシーン道に迷うシーンを入れたってことは中山田はこうあのこのはやぶさ地区に詳しくないってことを示してるのかなとだから中山田っていうのはミスリードキャラなんじゃないのかなって私思ってるんですねでただ山本浩二さんが出てるから山本浩二さんが普通の役のわけない 何かこの人は事件に関係してるってまあそういう考察してる人いるけどそれってメタ考察というか先入観考察でしょこの俳優さんが出てるから犯人じゃないかって例えば佐古田さんとか小日向さんとかが出るだけで黒幕なんじゃないのかとか言われるけどちょっと違うと思うんですね私は中山ではねただのそういうなんかキャラかなってえ好奇心旺盛な キャラかなとしか思ってないんですよ。ミスリードキャラで。この人はね、私、こう、犯人とかそういう、犯人の一味だとは思ってないんですよね。はい。で、立木はさ、あのー、これね、彼女には誰にも言えない過去を秘めておいて、この誰にも言えない過去ってのが、はやぶさ地区にね、えー、まあ、昔、まあ、住んでいたっていうか、お母さんとかおばあちゃんがね、 綾草地区に住んでいたということがまあ過去なんじゃないのかなということでで今回大きな謎としては、えー、町おこしドラマが中止になったと要するにギャラは払えないってことでねそれなのに、えー、中止になったことを,を立木愛は三股太郎に伝えずねえー、続けましょうみたいにね私監督やりますとかねはいそんなことを言い出したってことは、えー、その村を 起こしドラマは絶対に作りたいんですね。うん。美馬に嘘ついて騙してでも作りたいんですね。だから例えば、後から美馬太郎が町おこしドラマはもう中止になったってことを、まあ知るでしょう。で、えー、それがばれちゃうんだけども、すいませんでしたみたいな感じで、八木やが、うん、いうシーンがあって、で、美馬太郎も許しちゃうみたいな。 黙っててすいませんとか言われて許しちゃうみたいなだから美馬太郎は立木綾のことなんかこう好意を持つというか好きになるみたいな展開になると思うんですよでも立木綾は美馬太郎のこと別に好きじゃないっていうか恋愛対象にはならないと思うんですねなのでそういう恋愛にはならないと思うんですね片思いっていうかそういうふうに思ってますねで、えー、火をつけた犯人はこの消防団の中に裏切り者がいるのかとまあ消防団ねこの 中にいるのか、それとも、あのー、消防団に一応所属してるこのこの人、えー、居酒屋のこの人も消防団なんですよね、まあ、この人も消防団ですからね、はい、誰が裏切ってるのかっていう真鍋が火をつけたのか火をつけて回ってるのかそれとも消防団なのかそれとも、えー、こう火をつけてる犯人は一人ではなくて 真鍋が火をつけたこともあるし他のメンバーが火をつけたこともあるっていうようなはいねこともまああのー、検索しにかけたけどまさか自分で自分の家に火をつけるなんて俺はしないとまあ思いますので、はい、あと山原でしょこれ山原検索でしょで山原博樹ということでまああのー、山原 っていう名前で親戚が多いんじゃないのかなって思うんですね。はい、こういうまああのまあ地方の地元って苗字が同じ人がやたら多くて、まあ、親戚だったりするっていうのが結構あると思うんですよ。なのでまあそういう感じで山原生っていうのが多くて、弘基とも親戚なのかなというふうにね、えー、考えていますね。はい。 ということで、えー、今回立木綾がこう怪しくなってきたとで立木綾っていうのは写真の女性ですねはい山原信子のまあ娘ってことですかはい <laughs> ってことですよね年齢的にね山原林子から見たら孫ってことですよねはい先生この山原信子っていうのはえー まあ、三馬太郎のお父さん、世代、だとしたらば、まあ、まあ、次の世代、ってことでいいのかな。はい。山原信子の、まあ、娘設定なのかな、というふうに考えてますね、立木綾は。まあ、立木綾はもう、あれ、少なくとも、あのー、まあ、犯人グループの、に手を貸してる、 じゃなあのー、だからなんかこう,うん犯人グループの一味で火つけてるとかじゃないんだけれどもなんかこう犯人の正体とか知ってるけど黙ってるとかそういう感じなんじゃないのかなって思うんですよ私。だからこう知ってて黙ってる。 で、三馬太郎と立木綾は年齢差が7歳離れてるんですね。えー、これ見るとね。だから、まあ、同級生世代ではないんですよね。はい、あ。まあ、そういう。ね、まあ、真鍋とは同級生なんですね、三馬太郎ね。うん。だから真部、真鍋、真鍋も、真鍋も、はや地区出身なんじゃないのかな。同級生なんじゃないのかな、三馬太郎と。 三馬太郎が覚えてないけど真鍋と子供時代ねこう一緒に、まあ、もしかしたら遊んだこともあるのかもしれないですね。えー、この年齢設定を見るとね同い年なんで、えー、だからこの勘介と真鍋なんだけど今はもう付き合いないだろうけども子供の頃は一緒に遊んだりしてたのかもしれないですね。今はまあもう仲たがいっていうか仲良くしてないかもしれないけど。 はい。そういうのはあるんじゃないのかなと。で、あともう、ナミカはもう、ハヤブサ地区から出てっちゃったから、もう出ないのかなと。はい。いうところで。あと、まあ、この、エイコとかが鍵を握ってるというか、過去のこと知ってますよね。いずれこのエイコとかに、あの、まあ、三股郎は話を聞き聞きに行くとか、そういう展開になるんじゃないのかなと。いうことで、まあ、ちょっと、まあ、情報量少ないんでねえ。これぐらいしか考察できない。 えですね、私は中山ではねあのミスリードで、ね、怪しくないと思ってるんですね。私は真鍋が、まあ、実行犯というか共犯者立木綾も共犯者の可能性がある立木綾は共犯の可能性があるのとあと共犯者じゃないとしても犯人知ってますよ放火やってる犯人犯人のこと知ってるけど黙ってるみたいな感じかなと私は思ってますね。はい ということでね、考察を終わります。ご視聴ありがとうございました。